琴糸路は日本の映画女優である。出生名、成田貞子。結婚後本名、宮沢貞子、平井貞子。河合映画設立第一作でデビューし、大都映画、そして合併後の大映でも、スター女優であり続けた。1911年11月5日、東京市本郷区金城町に、成田慶次郎の次女として生まれる。幼少の頃から、日本舞踊を習い、父の郷里である、秋田県北秋田郡鷹巣町の旧家から、旧制小学校に通ったが、11歳の時に、東京に戻った日の翌日、1923年9月1日に、関東大震災に罹災した。間もなく家庭の事情から、浅草、花屋敷の舞台に出るようになる。1928年2月、河合プロダクション社長の河合徳三郎に、スカウトされて、同社の設立に参加。北豊島郡三河島町長屋の町屋撮影所で制作された、設立第一作、同年3月1日公開の青春散歩、翌週公開の第二作の恋風に吹かれての両作に、主演の里見明の相手役として、出演、映画女優としてデビューした。1929年暮れ、五社共作となった、吉川英治原作の貝殻一平で、河合では、雲井龍之介の相手役に琴を起用、松竹下鴨の若水絹子、東亜キネマの泉春子、帝国キネマの歌川八重子、遅れて、翌年2月に公開された日活太秦の酒井、米子ら、メジャー各社のトップ女優と競い合った。1930年には、前年公開の陽江前監督のドイツ映画、アスファルトを本案した、時代劇、明日晴れて、に、松林清三郎の相手役として出演した。主演を重ねるようになり、松竹蒲田の栗島澄子、帝絹の歌川八重子と並ぶ、悲劇女優と言われるようになった。1932年に、神奈川県大磯町の酒田山で起きた、酒田山心中事件を題材にした、歌謡曲、天国に結ぶ恋が、大ヒット、同事件を題材にした、大磯心中天国に結ぶ恋を吉村操監督、琴糸路主演で、河合は制作、松竹蒲田による五所平之助監督の天国に結ぶ恋と同日の6月10日に公開をぶつけた。翌1933年に入っての吉村、同年6月の河合の大都映画への発展的解消後も引き続き同社でトップ女優であり続けた。1942年1月、大都は戦時統合で大日本映画制作へと吸収合併、創立第一作のオールスター映画、維新の曲に出演したのを皮切りに、嵐寛寿郎、片岡千恵蔵の相手役を演じ、B 級映画会社だった大都映画出身としては破格の待遇を受けた。1943年に伊賀山正則監督の海浮かばで、水島道太郎の相手役を演じたのを最後に、翌1944年春に32歳で退社、引退した。その後は、古物商の平井義郎と結婚、京都に住んだが、第二次世界大戦後の1956年に死去した。推定44歳没、維新の曲出演時、満30歳、ありがとうございます。